どうもこんにちは、カイリンです。本日はですね、那須塩原駅に来ています。ようこそ栃木へ、そしてまた来てねということで、ね、See you again ということで、まあ、また来るということで、まあ、栃木県はね、なんだかんだ何回も来てますので、来なくていいかなと思ってるんですが、また来ます。そこにいるのはですね、アルパカです。那須塩原駅前にアルパカがいます。で、本日はですね、特急スペシャル那須の港に来てここにやってきました。そして帰りも特急スペシャル那須の港に乗って帰るわけなんですが、こちらにはね、千本松牧場のアイスクリーム、これがね、あの通常350円が200円で販売してくれたのかな、うん、ありがたい。そして JR のクイズ大会に、参加したんですね、この変な、これはアキム定規と、手ぬぐいかな、イロハのカラーとなんか少年色のカラー、ちょっと開けてないから見えないんですけど、くれたのと、あとね、本物で年って書いてあったピンク色ってか赤色のなんかティッシュみたいなのくれましたね。くれましたっていうか、あの並んでね、あの小さいを、ね、お子ちゃまにね混じって買ったわけなんですが、僕はね一応まあ学割が使える、子供運賃じゃないですけど学割が使える年齢なので、もらっても良いものだと考えております。まあ、おっさんとかがね、鉄オタのおっさんとかも何日その人に配ってるぐらいやったら僕にもくれるというわけでね、当然ながら、まあ、応援したサービスはいいですね。あ、よくね、こういうのやるとね、あ、どこでしたっけ、高崎はね、結構優しいんでね、あ、高崎と応援優しいんだけど、まあ、千葉とね、千葉と八王子市はね、結構こういうの厳しいね。あ、すいません、これ、お子様だけなんですよね。まあ、厳しいというか、ね、まあ、まあ、個数制限があるね、まあ、こういうね、大きなお友達、いやね、やっぱり小さな、ちっちゃなお子ちゃまにあげるとね、当然親がね手出してくるからね、親までもらっちゃうんですよ。一家庭二つもいらねえだろっていう話なんですけどね、まあ、そこは致し方がない。というわけで、意外と那須塩原ってでかいんですよ。まあ、当然新幹線320キロ通過できるくらいの設備があると、新幹線止まるぐらいの設備があるというです。このね、うちはね何度もなっちゃったんだ、袋に入らないんで。で、まあ、実は本物大栃木とか言ったんですよね。僕も実はね、本物大栃木の、バッジを持ってましてですね、いつも制服につけているので、まあ、お察しの通り JR の人間だということが分かるでしょう。ただね、まあ、今回、まあ、今日持ってね、そのバッジをね、次に外すときが、あと1ヶ月につけていた、本物大栃木みたいなバッジを。次は、なんだろう、DC かな、群馬プレ DC やというか、群馬プレ DC つけるのに、プレで多分バッジやんないと思うな。でもこれもアフター DC なんだね。で、明日は、明日じゃない、来年は群馬 DC というわけですね。で、群馬の本格的 DC というのもおかしいな。まあ、本物の DC です。偽物の DC はないですけど、本番ですね。で、これはアフター DC。本物である栃木号4月1日に、おととしの4月1日から始まった、栃木ディスティネーションキャンペーン、初回が本物である栃木号、DD51、EF64、1012だっけな、今ぶっ壊れたやつ、1028か1023だったら1022か、まあ、あの今ぶっ壊れたやつで、あとは、の12系、あとスペシャルスノーボー、去年かで、その後那須の物語か64と、あ、81か、81と、81プラス64の間に、万物の旧客、あ、旧客じゃない、客車。で、あと、次が、那須の、リゾート区な唐沢山か。その後、新特急那須の、で、今月、これが最後の、本当に最後の、スペシャル那須の子。というわけで、栃木プレディシーも、で、そのために僕は栃木県に来てるんで、基本的には2ヶ月1回から1ヶ月1回程度での栃木県に僕は来ていたんですね。栃木県ね、有効なフリーパスが全然ないんで、本当にね、席の運賃を払ってですね、まあ、学割というね、高校で学割もあってね、来ましたが、高校のね、学割のね、各理由をね、めちゃくちゃ下げてます。まあ、どうせ先生が見てないと思いますからね、高校のね、あ、学割の取得ってめんどくさいですよ。保護者同伴じゃないためとか、保護者同伴じゃないと取得できませんとか、あと、学習の、ついで、学習のため、例えば友達と旅行に行くから、大阪のユニバに行くんで、西九条じゃない、まあまあ、ユニバの、ね、最寄り駅まで、学割申請しますって言ってね、これちゃんと書いてあるの、これ絶対落とされますよ、これ。恥かれてしまいます、この学習目的でしたね。だから今回は、那須塩原の戦争博物館に行くから学割を取得したいという妻で、書いて出したら取りました。はい、で、去年この前の新時那須の号は、
横川って書いて薄井と薄井第三橋梁をの歴史的価値を見に行くみたいなことを書いたら通りました。だからまあそっぽいこと書いときゃね、あの大丈夫なんですよ。であの学割って最初申請書出してて、その後あの本物の紙っていうか見るもあるし雑誌の紙が来るんですけど、その紙にはね、あの区間とかあと利用日は書いてないですね。利用日は発行から3ヶ月という縛りしかないので、3ヶ月以内に使ってしまえば問題ないです。さらに夏休み前に一気に取得しておいて、夏休みでその学割をね、いっぱい使いまくるって言ってもできなくはないですけど、まあ、それをやったところで、まあ、18切符があるか学割じゃないかなっていうのはありますね。5月30日18切符期間外ということで今回の理由にしています。まあ、とりあえず、こちらに千本町牧場のアイスがあるので食べます。北海道が似てね、千本町牧場の紹介っていうか、千本町牧場がなんかどんなところなのかを紹介しています。はい、すいません、パン乾いてるんで、あ、ちょっと開かない、開かないっていうかね、俺のせいだから。見た目これ新幹線のアイスですよね。ダメだ、安いね。まあでも確かね、新幹線のアイスも270円だった気がするね。あ、スプーンはね、これ残念ながらこの JR のあのスプーンじゃない、まあまあこれ JR のアイスじゃないからいいんですけど、と JR のアイスみたいな色してる、 JR のアイスみたいな色してたらうまさ、まあっていうかね、おー、地鳴りだ地鳴り、320キロで変なやつがいった。あ、これはうまそう。硬いな、硬い。まあね、これてか330円で千本松牧場ってこっから5キロぐらい行ったところなんですけど、そこで、ね、アイスをね、あの今回は200円で売ってる、うまいです。まあ一口も食べる、thank you.
親戚ですね。今回のものは臨時多分この後すぐ筆も追ってくるんだろうな。お土産もねかなり爆買いしました。もう食ったあと2分あるから大丈夫ですね。ダイニングか食堂か。ドリルで穴開けてるのがドリルじゃん。ボンドで埋めてる。
本社の売店で営業してないですか。かなり酒盛りが始まっているので、そしたらこうやってね、今隣がね、ずっと撮ってくれたお方がいないので一体できます。この車両はね、東武線に直通しないにもかかわらずですね、このように Wi-Fi 飛んでるので動画のアップロードもできますが、まあ帰りはね、正直もう飽きたので寝たいと思います。こういうネタ列車の特徴ってね、なんといってもね、オタクしかいないから、本当にもう高校生とかリアルにいないですよ。だってこのチケットを取るために1ヶ月前の10時に並ぶか、それかよし今日スペシャル相手とか行ったるっていう勇気、この2つのどれかを持ち合わせたらどういいですかね。だから乗れる人はかなり限られてます。おかげさまで、ね、帰りは静かにいいですけど、行きはね、ワン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 お互い言うことって、あ、もう帰ってきた。帰宅ですか。あ、わだ鉄ですか。電車安ロゴ大宮駅です。電車指定席となります。指定席特急券をお忘れとご利用できません。ご注意ください。お座りで1分ほどお待ちください。宇都宮です。
車で来んだよな、駅前ですか？まあ、ちょっといいかな。でもインター近くだったな。ご乗車ありがとうございます。スペーシア、バスロボ、大宮駅です。この先、触れます駅は小山、空気、終点、大宮です。小山到着18時、空気18時31分。あそこの踏切、関連センターか。終点は18時50分の到着です。車内は全車両禁煙です。お煙草はご遠慮ください。ご協力お願いいたします。スペーシアラスロゴ大宮駅をご利用いただきましてありがとうございます。次は小山に停まります。でも大宮駅まで横浜車掌の人と来るんですね。車掌、そう。いやこの前エイジアみたいな横浜車掌の人。今コード表見たらまって9000って書いてあったから、なんかなんか取ってきたのかなと。定期は必要ね。でも上東も湘南も新宿で交代は絶対そうじゃないですね。すごい。新宿東京落としはない落としはないです。あ、ここ来たからダメでした。それじゃ駅から離れでしょ、これ。結構やりましたね。3キロ、4キロぐらい。
はなく小山です。12番線到着の出口は左側です。新幹線、伊東線、京王線下のお客様お出迎えです。お忘れ物の線を次をお気をつけください。スペーシャルラスロゴ大宮駅です。指定席特急券をお持ちでないとご乗車ください。ご注意ください。今すぐ3分待ちです。発車まで2分ほどお待ちください。
は終点大宮大宮です。19時7分までここにいるのか、あと20分いるんだ。というわけでスペシャル、那須の号の話はこれでおしまいです。栃木ディスティネーションキャンペーンはこれで終わりになりましたね。次は来年は群馬のディスティネーションキャンペーンなので、群馬に機会が、ね、一緒に増えると思いますが、まあ今後、ね、特急スペシャルの層が運行されるかというと、まあ、ディスティネーションない時に運行されないと思うので微妙ですが、まあ、あったら、ね、ぜひ乗ってみるのも良いかもしれません。というわけでご視聴ありがとうございました。また動画でお会いしましょう。またね。